常識を打ち破り続ける社会現象ドラマ、エンパイア成功の代償、いよいよ明日13日にレンタル開始となります。エンパイア成功の代償にふさわしい素敵なお二人にお越しいただきました。小室哲哉さん、そして TRF より DJ KOO さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小室さん、足の様子はいかがですか？そうですね、まだちょっとダメですね。本当に大したこときっかけではないので、はい、あとは元気ですけど。あ、そうなんですね。その一言が聞けただけでも安心です。はい、本当にそんな中お二人揃ってすごくご心配おかけしましてね、いろいろなかった。あ、こうちゃん来てないね、お見舞いね。まだお見舞いに伺ってないです、すいません。エンパイア成功の代償なんですけれども、お二人には一足早くご覧いただきましたが、どんな揉め事があっても最後音楽で解決しちゃうんですよね、このドラマってね。そこが一番、まあ、音楽業界の人間というか音楽やってる人間としてはそこが一番面白いですね。やっぱりなんだよ、音楽で歌って一緒にハモったら仲良くなれちゃったじゃんみたいな。DJ 風の宣伝コメントをこの場でご披露いただけたらなと。すごい無茶ぶりですね。本当そうなんだ。いや、あの、いや、 DJ 風とかよく言われたりするんですけど、DJ なんですよ。ご賞よろしくお願いいたします。 OK、 見たら止まらない、小室さんのってちゃいましたね。もう一回やろうか。 OK、 見たら止まらない小室さんの大好きジェットコースタードラマ、エンパイア日本上陸。おー、素晴らしい。まあ、まだやっぱりリハビリをしていかないとダメというか、希望は捨てないですけれども、ちょっとなかなか歌うことをちょっとまだ思い出せないので、こう、あの稽古節な感じのとか、なんか話によると、グローブ、稽古さんもグローブで置いといて、新たなボーカル歌って再出発みたいな話も、まあ、なんかあったんですけど、ね、やっぱりなんとなくやっぱり稽古が やっぱり嫌だろうなと思ったんですね、途中でね。やっぱりずっと席は開けといてあげたいなっていうのがありますね。あの、分からないんだけど本能的にやっぱりグローブが歌うのは私だっていうふうに本能的に思ってるみたいなんで。恵子さんは右、あの小室さんの右足については何か心配したこういうのは？入院して初日にだけあんまりやっぱり病院とかは苦手だし、人混みが多いところとかも苦手なんですよ、まだ。まあ、すごい明るくて、もちろんあの、見せてとかって言われて言われたりしてたんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。